近鉄生駒線。生駒線は、奈良県北桂木郡王子町の王子駅から、奈良県生駒市の生駒駅までを結ぶ、近畿日本鉄道、近鉄の鉄道路線。奈良県西部にある、生駒山地の東側を走る。沿線には、住宅地が広がり大阪、奈良への通勤路線となっている。一部の駅を除きほぼ全線で複線化の用地が確保、されているが複線化は、 生駒よりの一部区に止まっている。なお、正式な起点は王子駅だが、列車運行上は生駒駅から王子駅へ向かう列車が下り、逆方向が上りとなっている。スルッと関西対応カード及び J スルーカード、自動券売機での乗車券引き換えのみや、ピタパーイコカスイカなどの全国総合利用サービスの IC 乗車カードが使用できる。全線、大阪東 旧上本町営業局の管轄である。生駒マ山地と八田丘陵に挟まれた場所を、ほぼ国道168号及び立田川に沿って走っている。生駒駅では、奈良線、京阪那線が乗り入れ、生駒工作線、生駒ケーブルの取り前駅が近接している。生駒線は専用ホームの5.6番乗り場から発車している。駅を出て、 すぐに右にカーブして、南下を始め直進する。しばらくすると高架になり、国道168号のバイパスと立田川との、高点ある、名畑駅から、流線の左岸を走る。高架を下って、住宅地が広がる中を進み、一分駅を過ぎると、第二半値有料道路をくぐり、南生駒駅に到着する。次の萩の台駅まで単線で、そこから、 再び伏線になるが、それも次の東山駅までである。東山駅は屈作部にホームが設置されており、東山駅を出ると折り勾配が続く。トンネルを三つ過ぎると急カーブが続くようになり、渓谷の中を走るようになり元山登り口駅に到着する。萩野大駅元山登り口駅間は輸送改善工事により、 新線に切り替えられており、東山駅も移設されている。この際に、路線総延長が1 2 6トルから1 2 4トルとなった。ヘグリ駅、龍田川駅を通過し、右にカーブして、新興住宅地の中にある、瀬谷北口駅、杉山下駅と続く。杉山下駅は、三里町の中心駅で、奈良川からの杉山への入り口として、 かつて東市議工作船、東新期ケーブルが接続していたが1983年に廃止されており、その廃線跡の一部は道路に転用されている。市議3回機を出発すると左に大きくカーブし、山和川を渡って、関西本線、山和寺線や和歌山線、田原本線新大路駅との乗り換え駅である終点の大路駅に到着する。 王子駅、伊コ駅間の全線運転列車は1時間に4本運転されているほか、平日朝に東山駅、伊コ駅間の区間運転がある。全列車が各駅に停車し、通過駅を伴う列車の運行はない。2019年1月現在、本数の少ない暫定ダイヤでの運行が続いている。詳細は後日。2004年3月18日から全列車で、 ワンマン運転を実施している20メートル車両4両編成によるワンマン運転は近鉄では初めて。過去には車庫があった南生駒駅発着の列車もあったが、1987年9月のダイヤ変更で萩の大駅発着となり、1993年の東山駅の移設後に実施したダイヤ変更、1994年3月、 以後は、東山駅発着となった。運転本数に関してはここ数年変動はなく、2012年3月20日変更のダイヤでは、王子駅生駒駅間の全線運転列車は、平日ダイヤと休日ダイヤともに1日74往復、東山駅生駒駅間の区間運転列車は、平日ダイヤの朝方に7往復、それぞれ運転されている。 東山駅王子駅間の単線区間では、へぐり駅でほぼ終日にわたって列車交換が行われるネットダイヤを形している。2017年10月23日の台風21号による、瀬谷北口駅流田川駅間の土砂災害以降、同区間の一部で助行運転が行われ、2019年10月現在も継続中である。この区間は単線であり、 従来約15分間隔、1時間に4本を基本とするダイヤで運転されていた。2017年10月25日に運転は再開されたが、被害による助行のため遅延が状態化し、15分間隔の運行が維持できなくなった。このことから、同年11月6日より、東山駅王子駅間は約20分間隔、1時間に3本運転。 一部時間帯は4本を基本とする臨時ダイヤに変更された。また、このダイヤ変更で、それまでは運行されていなかった平日夕方やど、休日朝夕にも、東山駅発着の区間運転列車が設定された。2018年3月17日のダイヤ変更でも、この運行形態が継承されている。臨時ダイヤの詳細は、1988年からの、 近畿日本鉄道ダイヤ変更2017年未実施を参照大晦日から元旦にかけての終夜運転は2000年代以降は生駒駅王子駅間に普通を60分間隔で運転しているが2009年12月31日から2010年1月1日にかけての終夜運転では2010年が虎年で死に山超ごまごこで来の初号で客が 例年より多くなることが予想されたことから、例年よりやや多い重往復が運転された。車両の出入りは、生駒駅の西側にある、奈良線との連絡線を使用し、奈良線の上り本線で折り返して、最大事件尺に改装されている。平日ダイヤの深夜帯に、当線運用後の改装列車を活用した普通列車。車掌乗務が、奈良線生駒駅山和最大事駅間に一本。 設定されている。ワンマン回送列車対費用として、奈良線東生駒駅の4両編成停止位置付近にカーブミーが設置されている。ワンマン化される前の生駒線は、1988年までは、田原本線と共に8 2 0系、8 0 0系、4 0 0系といった中型車で運行されていた。1984年からは、市仙区の冷房化率工場の一環で、 冷房改造された8000系に両製の併用を開始し、1989年からは、VVVF 制御車の1230系、奈良線系東洋は1233系を同線に集中投入して、中型車を完全に置き換えた。1233系の運行開始に際しては当時、奈良線系等に所属する在来車の連結機高さが、 同系や大阪線等多線区の車両と異なるため、多線は 880mm だが、奈良線のみ 800mm。これらの連結機高さが揃うまでの間は、連結時に運用上制約の生じる編成。8000系、8400系、8600系、8800系及び8810系の4両、編成車、900系及び9000系の2両編成車を同線へ。 優先的に投げした。1992年からは8000系列の4両編成車をラッシュ時間帯に併用開始。1996年のダイヤ変更からはそれまで早朝深夜帯に残存していた2両編成による運転が廃止されて終日4両編成による運転とされ、 なお、2001年3月ダイヤ変更から2003年3月ダイヤ変更までの間には、昼間時間帯における輸送力的成果の一環として一部列車が3両編成で運転され、8000系、8400系3両編成車を主体として使用された。市議や町がまごこでらの三系鉄道として、市議小電気鉄道が、王子駅、山下駅、 現在の市議参加駅間の鉄道と、山下駅市議山駅間の工作線、後の東市議工作線。1983年廃止を開業させたのが、始まり。一駒まで全通したのは1927年である。市議一駒電気鉄道を改め、市議一駒電鉄は、王子駅平方駅間を結ぶ計画をとて、1929年、被災地駅平方東口駅、 現在の平方市駅間に平方線を開業させたが、これは後に片の電気鉄道を経て、京阪片の線となった。伊駒駅、駅、北市駅間は地形が複雑で勾配がきついことから建設を断念した、後に国道168号が建設された。王子駅伊駒駅間が近鉄の路線となったのは1964年のことである。 2015年11月10日調査による主要駅の乗降客数は次の通り、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。